2回戦行ってみましょう。龍騎 VS ジョーカークラブに出てきてください。わあ、スキルフルなバトルかもしれないですね。それでは DJ やなたけのビートを聴いていきましょう。お願いします。ここまでです。ナイス DJ。 いい長旅になりそうですね。ではじゃんけんをお願いします。では先攻龍騎、後攻ジョーカークラブで発射率3本始めます。レディーでは参ります。先攻龍騎、後攻ジョーカークラブ、レディーファイト。今日現状維持のためにする楽なら俺なら入れたい言葉とだけなら俺なら頭の中から吐いているホットパンの中からラッピン、ジョーカークラン、俺ならいつも通りかましてラッピン、奥の方まで飛ばすで俺ならホームランカッキー。俺なら止まれないくらいこれ3連符のビットにでも挟まり俺乗っけることできてるだろうな。これジョーカー、これ栃木と埼玉バイパスつながる瞬間、みんな見とけよ。 1,2,3,4でも龍騎の気持ちは音に乗れてるから俺も遊びましょう。どこまでいけるか分からないままでもいいってことに気づかされる前にひとまだけ少量タイム夢見る少女じゃいられない。どこもかしこもしゃらくせえガキばっかなんだよ。ちょっとずれるぐらいが調子いいんだよ。縦振れ音通り俺たちなら止まらない。上どれ理解席も俺ちゃんと見てるよ。ぶち上げてる見てみりゃフロアの裏声ばっかのフロー、聞き方によっちゃ不協和音だろマジで。 I know I know I can't 止まらないぐらい始まってる。事件のマカもニヤつく、俺の友もニヤつく、俺の金がギラつく、みんなちらっとニヤつく、俺はいつもふざつく、悪じゃないけど俺の音楽ってものはこういう不協和音がいいってことに気づかさってないんだよ。ああ、こういうのもあり不協和音も一つの美学に変わりながらカクカク肩にはまない俺のやり方だ。俺はやりたいことをやってたらオリジナルになってるけど、よくいるんだよな最近のラッパー。どっかに出るたびに個性出そうとしてるたびに個性に飲まれちゃってんだよ。俺は俺だけ、お前もお前だけ、唯一無二の存在になりに来た。わかるだろなあ。トランプの中にジョーカーは2枚あるけど俺は唯一無二の存在に今日なりに来たんだよ。ああ確かに最近の若手は最近だからってオリジナルやるやつが多すぎる。なめんじゃねえよ。俺ビートボックス始めて11年目、人生半分かけてんぜ。あんまりなめんじゃねえことかな。こういうスタイルだからジョーカークラウンになってるかもな。だからこれ奪い合い組元スパッとうなじがリンリンリン。終了。いいですね。決まりましたがお客さん判定の方いきますよ。では参ります。先攻龍騎、後攻ジョーカークラウン、勝者龍騎。ジョーカークラウンにも大きな拍手お願いします。ジョーカーなんか一言見ててください。そういうことです。ありがとうございました。